はい、どうもです。ギョー大好きおやじでございます。今日はね、休日の前日の仕事終わりにね、ブラックフライデー中ですので、ちょっとね、ギョー巡りしてきました。もちろん、ブラックフライデーセールでの対象商品でね、何かしら欲しいものを買いたいっていうのもそうなんですけど、ちょっとねビータ関連にちょっと力を入れようかなと思ってて、っていうのも前回のねゲオセールで、まあ対象品ではないんですけども、ビータのソフトを1本買いまして、私ビータ持ってないんですけど、本体ないんですけど、ゲームが20本ぐらいあるんだよっていうねお話をして、実際ねどのぐらいになってるのかなと思って数えたんですよ。そしたらね19本だったんで、これはちょっとね何だろうね、20本欲しいなと思って、とりあえず20本持っときたいなと思ってさ、で、もちろんハードオフだとか、ブックオフなんかに行った方がね、弾数は多いんですけど、ゲオは、結構ゲオ行く人は気づいてる人も多いと思うんですけど、結構ね、お安いものもあるんですよ。お買い得品がね、まあ、駿河屋さん価格で、駿河屋価格と比べると半額であるとか、まあ、それだけじゃなくてブックオフやハードオフに比べてもね安いものっていうのがね、いくつかねあるので、それはもちろんビータに限らずなんですけど、ゲーム全般で言えることなんですけど、まあ、そういったものもあるので案外ありじゃないかなと。でもう一ついいのが割と状態がいい、ハードオフ、ブックオフが悪いってわけじゃないんですけど、やはりね、店舗によっては状態悪いものがあったりとか、案外ね、ゲオなんかだと A ランク、B ランクみたいな感じで箱セットついてますよとか、ケースなしですよみたいなものがね、書いてあるんですけど、まあ、割とそこら辺がしっかりできてるかなと。まあ、ハードオフ、ブックオフなんかだと、何も書いてないのに、なかったりとか、もちろんしっかり書いてるところもありますよ。だから全てにおいて言ってるわけではないんですけども、まあ、そういったところも考えると割とね、良品が多いかな、状態がいいのが私の中ではね、これまでの出会いの中で結構多かったので、まあ、そういったところも含めてちょっとねゲオで商品をね探すのがありかなとは思ってるんですけど、ちょっとね銀行行ってきます。はい、ちょっとねちょっと通帳記入してきます。ちょっといろいろ調べようと思って。はい、もうねちょっと今買い物してきて、今日帰ろうかな。明日またねちょっとゲオにね行こうと思ってるのよ。っていうのも、今回のセールで新品のハードね、対象商品みたいなこと書いてあって、有機EL版の3種類の商品かな、それとあと新品のゲームソフトを買うと2000引きっていうのがあって、まあ今回ね車の修理でお金が出たとかっていうのもありましたし、まあ年始のねお正月セールあたりで同じセールがあれば購入しようかなと思ってたところで、まあ前倒しでね今回のセールがそれだったんで、ちょっと後ろ向きに考えてはいたんだけど、これから生活ちょっときつくなってても、買うのもありかなっていうのを考えて、ね、まあ、これからね、年末年始と仕事がお休みになるにつれて、今年は、でもね、友達の奥さんが実家に帰るんで、
一応今年は遊べるよって話にはなってるんですけど、まあどうなるかわからないんでね、まあ遊べない日とかもあったりすると、まあゲームやることもあるだろうし、私がね、定期的にまだね楽しんでおります、あつ森ですよ。まあ今後のこれからのねクリスマスイベントだとか大晦日のカウントダウンとかね、まあそういった大きいイベントもね、大きい画面で遊びたいなっていうのも叶いますし、スイッチはねゲームそれでも 7,8 本ぐらいあったかな。まあ遊びたいんだけど画面が小さくて遊べないっていうのがいくつかあったので、そういったものもねプレイできるようになりますので、まあ、そういった意味でもね、まあ、少し購入に向けて前向きにはなってきたかな。ただ新品のゲームで2000円以上だったかな、税込みかなんかでね。なのでいらないゲームと揃えて買うのもちょっとバカらしいので、まあそういったところちょっと見ながら、面白いゲーム、面白そうなゲームでそういった対象になるものであれば購入してもいいかなと。その3種類の本体はどれもね買えそうなので、何件かねこの今回のゲオセールで回ってますけども、その有機 EL のやつは全部品切れっていうのがないんで、多分欲しいゲームがある店舗であればそこで本体も欲しい本体もね、本当はね白が欲しかったんだけど、白が好きなのでね、なんですけども今回マリオレッドっていうのがあったからね、それもちょっといいかなと思って、赤もちょっとかっこいいなと思ってさ、それだし、白が発売されてからどのぐらい経つのかな、まあ、やっぱりね新しいってところで惹かれてる部分もあるので、まあ、ちょっとね、そういったところも視野に入れてビータとか、あもちろんね、3DS とか DS なんかもやはりお買い得品あったりするので、まあ、そういったところも視野には入れてはいるんですけど、まあ、そういったところも含めてちょっとね明日お休みなので、ちょっとね遠いゲオ、大きいゲオがねあるので、そこにね遊びに行こうかななんていう風には思っております。というわけでね、以上かな。まあ、ハートに関してはね今回買うかどうかっていうのはそのゲーム次第にはなっちゃうんですけどもね、ビータだとかあとはその500円以上の商品でね同時購入で500円引きなんかに関してはね、何か買ったものがあればねまた紹介したいと思います。はい、というわけでね、ご視聴のありがとうございました。コンティニュー。